はい、こんにちは、そう、僕、監督と申します。イフトボールウィックーでチャンピオンスケッツ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていこうと思います。さあ、ダイヤモンドスカウト、レベルマックスということでね、えー、早速今日はこれを引いていこうかなと思ってるのと、少しガチャ券ね、えー、引いていこうかなと思っております。はい、えー、まあちょっとね、おさらいしておきましょう。まあ、ダイヤモンドスカウトのね、えー、動画をね、えー、3日前か、2日前か、見出したんですけれども、 まあね、えー、っと、こちらですね、えー、ゴールキーパー確定して飛行じゃないかということになっております。まあフォワード、えー、ミ,ッミッドフィールドなしですね。ディフェンダー、えー、どっちも悩んだんですけれども、まあフォワードに逃げる手もあるんですけどね、レバントフースキー獲得してもね、レベル、僕確か1年、ね、まだ79なんで、上限上げれるんで、これもまぁ、ありかなと少し思ったんですけれども、もうここは逃げずにゴールキーパー、クルトワをね、確保しに行きたいと思います。さあえー、っと、ではまずですね、えー、グレード108以上に、 確定させていいいきたいと思いますこちらですね。グレードプラス。はい。ゲージを、えー、消費してグレードアップアイテムを獲得します。こんな感じなのね。いきます。さあ、来た。グレード108以上が確定。では、こちらですね。OK。ちょっと良さげですね。これね。やっぱりね。4人のうちの1人。まあ、ど,どんなルンマやったらまだありですね。どんなルンマ、まだあり。ところが、どっこい,い。えー。ちょっと ちょっと微妙だなと思うのはここかなシチュースにですね。シチュースに、まあここ来たらちょっと使わないですね。でノイアも多分使わないんですよね、僕ね。ノイヤーももちろん強いことは分かってるんですよ。分かってるんですけれども、とにかくでも今日はね、クルトはここ一本狙いですけども、ここを獲得しないとこれも108以上にした意味がほぼないですからね。どんなルーマーも将来性を見つけに据えて獲得できたらちょっとまだましかってところです。なんせクルトは行きましょうか。さあ行く。使うと確認。 いきますスカウトはい金旗はまあ当然待っております当たり前ですねこれはねさあ行くでへえお願い来るとは頼む頼むさあちょっと緊張の一瞬ですねさあ見ていきましょう出にならアウト起きたよしこれはめっちゃ嬉しい ようこそ、クルトンさんいや、めっちゃめちゃ嬉しいよ、これ。もうね、あの、狙い通りです。完璧に。完璧の仕事じゃあ、鉄壁の守護神、エアウォール。いや、めっちゃ良かった、これ。いや、ゴールキーパーも更新。スカウトは終了しました。次回開催をお楽しみに。いや、気分が良いわありがとうございます。さあ、ではではではですね。あ、そうそうそう。でね、なんかね、昨日ね、えー、メンテゴ、メンテゴじゃないな。昨日、メンテゴか。そうそうそう。昨日、えおとといか どっちら忘れてしまったけれども、新シーズン開幕記念キャンペーンというのは、はいえー、なんかレギュラー選手のカードの配信を開始、えー、新シーズンのね、レギュラー2022、23選手カードの配信を開始ということで、10月14日から、かなり早いですね、例年よりも2か月早いです、去年は12月14日が、えっ、ー、とー、そう、これの新シーズン開幕だったんですけれども、多分ね、権利関係かな、あのライセンス変わるんでね、あのユベントスとかが、えー、とライセンスがあの FIFA の方に流れちゃったんでね。 もうおそらく、ちょっと新シーズンに変わるのがね、早まったのかなという気はしますけれども、まあ、ミランとか、インテルとか、まあ、その辺がね、え排出されるようになるんで、ちょっと楽しみではあるかなといったところです。はい、えー、では、行きましょうか。で、えっと、そのね、新シーズンの選手の更新があるので、 えー、今回弾くのはナショナルシリーズンのみと行かせてい,いただきたいと思います。はい、星5確定のスト30%とかも置いときましょう。この星5確定とかはね、絶対置いといた方がいいと思います。はいえー、新しい選手欲しいですからね。ということで、ナショナルシリーズの方2回ね、連続行きたいと思います。さあ、やっていこう。さあ、さらっと。でも今日はクルトワさん獲得確保できたんでね。マジちょっと嬉しいわ。あれだったらもうキャンプ頑張った良よかったね。トレーニングキャンプ。オッケー、えー、ストーンズ。これはちょっと微妙か。オッケー。さあさ、あさ,あさあ、さあ。 あれ、売却候補ですね。では、次。えっ、ー、と、これですね。最後。ナショナルシリーズン。さあ、金旗待ってくれました。ありがとうございます。さあ、今、限定のカード欲しいですけどね。どうだろう。限定の S、手に入るかなどうでしょう。さあ、限定、えっ、ー、と、ハイタワーとかないやったかなハイ、ハイなんたら、やねんあれ。104。あ誰これ。あー、でも、えー、ハイライズですね。やった。 初めてだ。<laughs> ハイライズ星号初めてです。デューンフリースです。ここは、嬉しいな。うん。デューンフリース。デューンフリース多分もう置いてるんですよね。ちょっとだけ見させてください。行きましょう。デューンフリース。さあ、置いてたとは思うねんけどな。上限上げれるんちゃうのこれ。どこやデューンフリース。あ、これだ。置いてませんでした。撃 <laughs> ったか 諦めて打ってるわ。あーしゃーないね、これね。はい、えー。ということでね、まあ今日は、えー、っと、とにかくクルドアさんが獲得できたんでね、これレベル上げてね、使いたいなと思います。ちょっと足りんな。フ、うん、ュージョン足りんけど、まあ育てていきたいですね。今現在使ってたゴールキーパーはこちらなんですけどね、オライス使ったんですけれども、ちょっとセンスもあまり良くなかったですからね。OK。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。